はい、皆さんこんにちは、では第60話ですね、進んでいきたいと思います。
ああ、今度こそ本当にアバヨだ。行けよ、兄弟。アバヨじゃねえ。一緒だろ。ああ。行くぜ、ダチコ。血のたぎりが定めを決める。天も次元も突破して掴んでみせるぜ己の道を。全員突破、グレンラガン。俺たちを誰だと思ってやがる。
感覚が研ぎ澄まされていく。ファンネル。かすかな希望にすがり、なんと愚かしいことか。あらゆるものを犠牲にする決意がお前たちにあるか。宇宙を誕生させるエネルギーを受けろ。インフィニティビッグバンストーム。ものではな。仲間がくれたチャンスだ。無駄にはしない。ディメンションエナジーチャージ。こいつの弾は特製だ。キレ玉をぶち込む。かすかな希望にすがり、なんと愚かしいことか。かつての螺旋戦士と同じ運命をたどれ。王家の中で絶望とともに。頭張ってるだけのことはありそうじゃねえか。俺たちの全力受け止めて見やがれ。ここが腕の見せ所。
ドリルでお前の絶望をぶち抜く。そう、どんなに辛くてももう私たちは迷わない。左遷の姫と共に戦えるとはな。感謝するよ、ルテンの運命に。これでも食らいなさい。ミアの思い無駄にはさせない。みんな突撃だ。先輩、私たちも負けちゃいらんねえよ。まだまだ行くぞ、超次元アンカー。何度でも言う、俺たちを誰だと思っている。世界なんて絶対に認めるものか。距離があったって
どんな巨大な敵だろうとひるむものか。ゴッドファイヤー、マーズフラッシュ、ファイナルゴッドマーズ。親が劣勢に執着するのは前たちの王だ。打ちのめしてやれ、ヨガストナーサンシェインだ。一発でしとめろ。俺たちの思いがデッサーのパワーを